シク選手も来てたんですけど、うん、本人が目の前にいて、ヘビー級じゃなくて、はい、いわゆるブリッジャー級、スーパークルーザー級ということで、はい、ブリッジャー級、スーパークルーザー級です。で、今最終段階の交渉中で、近いうち、対戦相手発表できると思います。ブリッジャー級でやることは決まってる。そうです。ブリッジャー級契約っていうのは、お互いそこが契約込みでの話です。はい。ということで WBC の世界ランカー。そういうことですね。はい。今最終調整中ですけど、去年の11月に、後期ファウンダーと一緒に WBC の総会に行ったんですけど、そこでその時に現チャンピオン、にも会ったし、一緒に写真撮影したりする中で、またそういう金山含めて11月からの伏線も含めて今回 WBC という形にも落ち着いたと思います。これまで田島選手は B 級でというのをこだわりずっとあったっていうのをこちらも感じてるんですけど、どういうふうにこのブリッジャー級挑戦してみようじゃないですか、やってみようという経緯になったかちょっと教えていただけますか。そうですね、まず大前提、僕自身 の夢の物語にヘビー級っていうのは必ずそこは含まれているもので、そこにどう行き着くかっていう自分の認識にも、このデビューしてプロを学ぶ中でマッチメイクの難しさだったり、いろんな勉強をこうしている中で、あと自分自身一回とりあえずでかくできるだけでかくしてみようっていう、そのデビュー初期段階のイメージとこうプレーしてて、やっぱ自分自身はもうちょっと絞った方が結局自分のパフォーマンス、ヘビー級に戦うにしても当時のタイソンじゃないですけど、最初は僕も今重量化してるヘビー級の中でやっぱ最低限体重がないと相手にならないんじゃないかなという動きが自分の中であって、だけどそうスパーリングだったり試合して見てる中でやっぱ少しずつ絞っていく中で自分自身いいパフォーマンスが感じれたので、でそこでこのブリッジャー級を得て、またヘビー級への物語が続いていければいいのかなって今思ってます。なんかまだこの会見ができる前、例えばこのウシク選手なんか、クルーザー級で、日本で統一してから毎回ヘビー級で、はい、やっぱああいうのを見て、あそういうのもありなんだなみたいな気持ちになったっていう。そうです、それは本当に総会で去年の総会の話なんですけど、そこでウシク選手も来てたんですけど、やっぱクルーザー級で4団体統一してあげたっていう、本人が目の前にいて実際にあったサイズ感だったり体の厚みだったりっていうのをこう生で見た中で、やっぱ自分の適してるパフォーマンス、自分が一番ベストを出せるパフォーマンスの体作りっていうのをもう一回頭を切り替えて、またトライアンドエラーをこう繰り返している中で見えてる道かなっていう感じです。まあ110キロ前後ぐらいで、あと、まあ、ほんと10キロぐらいっていう方、ブリッジャー級リミットまでは10キロぐらいって形なんですけど、まあ、僕自身その、特に意識して、体重を気にしてるっていうよりかはハードなトレーニング量を増やして、それこそこの 1,2 年で本当腰の状態、デビューが遅れた要因でもあるこうヘルニアっていうのが数年かけてだいぶ自分の体も把握できてきてる中で、練習の量を単純に積み重ねれることが本当に毎年毎年それが上がってきてるんで、こう一生付き合っていくものだなって思ってた割には回復も早いし、でそれで練習量が増えてるのが、まあ、体作りにこう直結してるし、でここからあと1ヶ月半ぐらい、しっかりトレーニングを積んでいけば問題ない体重の範囲内という認識です。はい。じゃあ減量ってなると結構久しぶりの感じ。そうですね、アマチュアの試合ぶりなので、2018年以来、そのアマチュアの時には逆にヘビー級がなかったので、ライトヘビー級まで毎回20キロ以上こう減量して体重作るっていう作業の中で、こうまた久々にこう今体重と向き合う段階に入って、だけどそれがすごいプラスに働いてるっていうか、
こう落とせる脂肪っていうのはまだまだあるので、その落とそうと思ったら落とせる中を、あの体作りを大事に、体重を入れるっていうことよりも、今はこう体をヘビー級からブリッジャー級に作る中で、で今年1年間は少なくともブリッジャー級での戦いが続くと思うので、その一戦一戦よりいい状態に持っていけたらなって思ってて、そんな逆に焦らないようにしてます、はい、減量してブリッジャーじゃなくてナチュラルウェイトでブリッジャーを目指すっていう形です。やっぱこの 3.31 がブリッジャー級1戦目になるので、多少の減量の幅っていうのはあると思うんですけど、その幅をで減量を繰り返すっていう認識じゃなくて、実戦はもうちょっと減量幅が少なくて、その次はもうちょっと減量幅が少なくて、で気づいたらこうブリッジャー級か自分のナチュラルウェイトぐらいっていうところの体作りを今目指してます。それがもともと怪我する前の自分のナチュラルウェイトが100キロ前後だったので、でそれは別に無理してその体重を維持してたわけじゃなくて、日常的にいいトレーニングといい食事ができてれば必然とその体重に行き着くので、今はそこを本当繰り返していく作業、今年1年間、今年の 3.31 と今年の最後の試合ではまた同じ体重だけど体つきが違ってたりとか、そういうとこも見てもらえたらいいと思います。じゃあむしろヘビー級の時よりも今の方が体調がいいみたいな。そうですね、コンディショニングの部分では本当そういう実感が自分自身味わえてて、このその体重の増減があるからこそ味わえることだし、アスリート的にもこう一人のボクサーとしてもアスリートとしてもいい勉強が今できてます、はい、実践の練習、の後は今後どういうふうにやっていこうって考えられてる、はい、月末ぐらいから、ニュージーランドから、パートナーが来日予定です。で3週間ほどのスパーリングキャンプを予定してて、次戦に向かっていく、仕上げていくっていう形です。一人今のところ一人の予定です、はい、やっぱりこう絞っていく中でこうタフネスっていうのは逆に体重を上げた時にタフネスが上がるっていうことも実感したし、またじゃあこうまた絞っていく中ではまたボディの打たれ強さだったりいろいろ変化は途中で見えてくるだろうっていうところもあると思います。でそこでまたいろいろ変わってくるのかなっていう、だけど自分のことをそのアマチュア時代から知ってくれてる人たちは僕の戦い方の幅を分かってくれてると思うので、逆に僕は本来の自分のそのイメージや動きをこう少しずつリングの上で披露できるのが楽しみです。まあ、でもその中でもやっぱりノックアウト KO っていうのがプロの、一番の魅力だと思ってるし、そこは大前提、そこから引き算していくっていうイメージですけど、自分のフィニッシュは、ノックアウト、それは変わらないです、はい。